オービ制度は、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダ・マリーニャ・オクシデンタルに属する。スペイン国立統計局によれば、2010年、の人口は1973人。住民故障は、男女同系のバイシダンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.41%。オービ制度は、ドーゴ県の北西部に位置し、 コマルカダ・マリーニャ・オクシデンタルに属する。北は、大西洋とリアド・バルケーロに面し、東は、ビベーロと、南は、オーロルと、西は、アコルニャ県のマニョンの、各自治体と隣接する。自治体中心地区は、オービセイド教区のオービセイド地区。自治体市長は、ガリシア国民党のホセ・ヘッスのボぼ、マルティネス。自治体評議員は、ガリシア国民党7、7 ガリシア民族主義ブロックに、ガリシア社会党にとなっている。帯制度は7の教区に分けられている。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。